中央アフリカ共和国内戦は、中央アフリカ共和国で現在進行中の内戦。反政府武装勢力、c p s k c p j p ユフドアの連合体で、ある、セレカとキリスト教系武装組織、アンチバラカと中央アフリカ共和国政府の間で、構想となっている。ブッシュ戦争といわれる2004年から2007年の内戦では、 チャドのイドリスデビ大統領の支援を受けたフランスは、ボジゼ大統領政権が、中央アフリカ共和国北東部で、反乱軍を制圧し2007年には、和平合意が実現した。その後、セレカと呼ばれる、武装勢力などの様々な反政府連合勢力が、ボジゼ政権が、和平合意を破棄し2012年末に、多くの町を軍事掌握したとして紛争が起こった。 2013年3月に首都バンギを制圧、セレカ主導者、ミシェル・ジョトディアが自ら暫定大統領に就任し、軍事政権を樹立。ジョトディア政権下でも、セレカとアンチバラカなど他の武装集団との紛争は、続き、9月には、ジョトディア大統領が、セレカ解散を宣言するものの求心力のない、武装集団の活動は続き、2014年1月に、 ジョトディア大統領が辞任。評議会内の選挙により、カトリーヌ・サンバイ・コール・パンザが大統領に選出された。2014年7月に、モトセルカの集団とアンチバラカの代表が、ブラザビルにて、停戦合意した。2014年末までに、中央アフリカ共和国は事実上、ほとんどのイスラム教徒が脱出し、アンチバラカが支配する南部と西部と、 元セルカ集団の支配する北部と東部に分割統治されていた。ほとんどの緊張状態は、イスラム教系のセルカ兵士とキリスト教系、アンチバラカ間の宗教的主張をよるものだった。元セルカ派閥間や民族文化的祭など、主にアンチバラカ派からなる、農本主義者たちと、元セルカ兵士からなる遊牧民たちの間の、歴史的敵視も、対立要素であった。 約500万人の人口を持つ、この国で110万人以上が国内外で難民となり、この国史上最大の記録的な規模となった。2007年6月、中央アフリカ共和国北部での武装軍万儀と、中央アフリカ共和国西部にてアンチバラカによってもっぱら元セレカ兵だけに対し、行われた武装解除は無意識にイスラム教徒の強制移住を引き起こしたという論争が、 ある。ルワンダ虐殺と比較されたり、ボスニアの虐殺などと同様に人々は、近隣が、宗教的にクリーンな地区に植民しがちという指摘がある。セレカが、首都立てこもりの際も、バンギの PK5 地区では、グラのようなセレカに近い民族集団が攻撃された。2014年には、アムネスティ・インターナショナルが、アンチバラカが、ムスリム市民に対し何度かの虐殺を働いたと、 報告している他の情報源では、イスラム教徒は食人の対象となったとも言われる。2014年4月10日にミスカ軍は1000人以上のイスラム教徒をチャドに避難させるのに警察と共に護衛した際には、ボサンゴアに一人のイスラム教徒も残さなかったと言われている。多くの緊張は、主にハンバラカ派からなる、ノ本主義者と、主に セレカ選手からなる遊牧民の間の歴史的な敵意にも根ざしている。2015年にはアメリカ合衆国の国連大使サマンサ・パワーは国内の436カ所のモスクのうち417カ所が破壊されイスラム教徒の女性は公に外出することも恐れ病院ではなく自宅で出産していると発言した。元セレカ派軍事集団。 FPRC とアップックの間の戦闘では民族的暴力が行われている。FPRC は主にアップックを構成するフラニ族を標的にし、アップックは主に FPRC を構成するカラ族とアイキ族を FPRC 審判として標的にしている。オートコト州の州都ブリアで行われた2016年11月の戦闘では FPRC は フラニ族に対し一件ごとに探索、略奪、誘拐、殺戮における標的としたと報道された。2019年にも北東地域におけるカラ族中心の MLCJ とルンガ族中心の FPRC 間での大規模な戦闘でカラ族の大量殺戮があったと報道されている。二千十四年五月には中央アフリカ共和国では約六十万人が国内で難民となり、 そのうち16万人が首都バンギにいるという報告がなされた。バンギのイスラム系人口は13.8万人から900人と99%減少している。また2014年5月までに10万人が隣国のカメルーン、コンゴ民主共和国、チャドに脱出した。2017年現在、約500万人の人口を持つこの国で、 110万人以上が国内外で難民となり、この国史上最大の記録的な規模となった。約50万人が国外へ、約60万人が国内で難民となっているとされる。カメルーンは13.5万人を受け入れ、うち90%がフラニ族であった。難民で溢れる難民キャンプ前のルワンダ兵。ありがとうございます。